続いて薬師寺安生が訪れたのは愛知県安城市にある岡田エンタープライズです。さあやってまいりましたね、岡田エンタープライズさんね、何やってるんでしょうかね。もうあ、店長、いつまでかぶってるのいつまでかぶってるそんな。さあというわけでね、岡田エンタープライズさんまたやってまいりました。今日はこの2台ですか。そうです、はい、これチキチキマシンです。古いよ、ね、これ最近この方あんま見なくなったよね。いやいや、そんなことないですよ。本当、いや、俺注意してないからかな、興味がなかったからかな、うん、まあ、まずこっち行きましょうか、うん、ちょっとこうド派手にそうですそうですリメイクというか、うん、カスタムしてありますけども、こちらはダイハツのミラー、ミラー L700 ミラー、ミラー L700 L700 平成13年なんで、13年、うん、ってことは14年前。あ、そうですね、14年前ね、はい、でこの方ってまだ走ってる。これめちゃくちゃ走ってますよ。おばあちゃんとかは乗ってますね、まだノーマルでね、ノーマルで。であえてこの方をこういう風にカスタム。そうなんです、そうなんです。なんで、誰が、これ人気があるんですよ、すごい。本当に、うん、だってこの方ってさ、うん、三速オートマだよね。そうですね。ねえ、これも32,000キロです。これが。はい。綺麗だもんね。これ綺麗ですよ。非常に。そしてホイールが、うん、こちらか13ぐらい。うん、これ十二？いや14です。14、うん、書いてあるからね。これインチアップ。はい、そしてハンドルが書いてあって、あとは別に何ってことないもんね。これノーマルの。内装ですからね、うん、ローダウンして足回りはどうやって、バネだけです。バネを変えるんだ。バネを変えて、はい、でマフラーまで、あー、うん、これマフラー変えてあるんだ。これが人気ですね、スムージングして。だからパッと見ミニクーパーっぽいもんね。そうですね、っていうイメージでしょ。 そのイメージを屋根もやるわけですよ、はい、よく考えたらね。そしてオリジナルパーツは何があるの。ヘッドライトカバーと、うん、テールカバーとこのスムージングパネルですね。これ埋めたんじゃないの、あれして。あのパネルを作ったんですよ。そうなの、ええ、で、貼っつけるだけなの。だからそうですそうです、さあ、そしてね、はいはい、こっちもまたカスタムしてあるんですけども、これが、これ初代のワゴン R、はい、初代ワゴン R、うん、一番最初、最初ですね。平成何年ですか。平成10年です。10年、15年前、うん、いや17年前。17年前で65,000キロ。そうですそうです。へえ、うん、オートマですね。ああ、これも3速だ、うん、これも色分けしてあるんですね。そうですそうです。あ、元色は何だ。あ、白なんですか。元色白ですね。あ、だから あれですね、こう全部ここまで塗っちゃうまでお金をかけずに。あ、そうですそうです。もう側だけ塗ってっていう、うん、ちょっとマット系に塗ったんですかね、これ。最初にこのサフェーサーっぽくやって塗ったら、うん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 、手で触ったら真っ白くなっちゃって、うんうんうん、ガードレールみたいな。なるほど、ね、ガードレール触ったらすげえ売れるもんね。そう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 、はい、でこういう色を配合して作ってもらったんですよ。この色をね。そうですそうです、だから大丈夫です。それっぽいよね、うん、はい、そしてハンドルとホイールが変わってる。そうです、これもローダウンです。ローダウンですね、はい、一番はもう色ですね、色、はい、そしてオリジナルパーツなんかあるんですかね。これ黒2番パー色分けですね。そうですそうです。これもやっぱライトカバー、これは貼ってあるだけですけどね。あ、どうしてここだけ黒なんでしょうか。ちょっとアクセントです。アクセントで、アクセント。僕、まあ左右一緒に見れる人いないからね。そうですそうです。 であっちは ドアがないんですよね。あ、スリードア。そうなんです、そうなんです。あらら、うん、あ、そうだったっけ。そうですそうです。なんでドアないんだろう。それは分からない。経費削減？多分もうちょっと新しくなってくると、うん、あるんですよね。あ、報道なの？そうですそうです。へえ、うん。じゃあハンドルとホイールとローダウン。つまりローダウンですね。はい。さあね、はい、まあいわゆるちょっと古い車ですけど、ね、オールドカーを見せてもらいましたけど、まあリメイクして、うん、そうです。まあ今っぽくね、うん、あの若者っぽくした2台ですよね。全然乗れますよね。普通に乗れる。乗れます。もう、ええ、まあまあもう足としたらいいでしょうね。そうですそうです。はいはい。で、うん、ちなみに、ね、まだまだ全然全然、はい、はい、普通に使える車ですね。使います。はい。というところでね、うん、まあ今多分テレビの前の人。いくらぐらいするんだろう、こんなリメイクして作ったらっていうことで、うん、おいくらですかこちら。これ両方とも39万8000円。39万8000円、ええ、
まあ、込み込み50万。込み込み全部込んで50万。うん、もう小島ポッキリ。ポッキリ。なるほど、わかりました。で、まだベース車両もまだいっぱい持ってるってことで。いっぱいありますね。好きな色に塗れるのかな。かこのま例えばこれだと、あ、例えば白黒とか、うん、黒赤とか、いろんなことができる。オーダーもできる。はい、すごいね。うん、車作ってるみたいだね。というオーダー、何色でもできますね。これだったらオレンジと黒ですよね。ジャイアンツカラーね。いいですね。ね、それありです。それ注文ですか。いやいやいや。あるから。ある。全然経費で落ちませんね。はい。というわけでね。はい、ぜひね、こういうちょっと昔旧車というか、まあでもまだまだ走れるで、ね、車に興味のある方、お手頃で、そうですね。はい、ドレスアップしてね、はい、ちょっと乗りたい方ね、うん、セカンドカーにいかがでしょうか、はい、ね、お問い合わせは岡田エンタープライズさんまで。ありがとうございました。走行距離の比較的少ない、まだまだ乗れる古い車、こんな風にカスタムしリメイクして乗りませんか、という岡田エンタープライズからの提案でした。